総務省が公表した中間状況によりますとおとといまでに期日前投票を済ませた人は全国で467万1503人でしたコロナ禍に行われた前回の衆院選の同じ時期と比べるとおよそ99万人減少していますが前々回と比べるとおよそ56万人増加しています。期日日日日前前投投票票はの26日まで 原則午午前8 8時時半から午後ままで実施されています3年前の衆院選では過去2番目に多いおよそ2058万人が期日前投票を行っていて政府は投票日に仕事や旅行などで投票所に行けない人には期日前投票を活用するよう呼びかけています。